シャイロン B ・マルティス・マルティスは、オランダ領アンティルのキュラソー島、ミレムスタッド出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2019年現在は、独立リーグアメリカンアソシエーションの、リンカーンソルトドックスに所属。台湾球界での登録名は、ウマミカド・ここ。2004年2月10日に16歳で、サンフランシスコジャイアンツと契約して、プロ入りする。2005年に、 ルーキー級アリゾナリーグジャイアンツでプロデビュー。11試合に登板し、2勝1敗1セーブ、防御率1.85の高成績を残す。2006年開幕前の3月に開催された第1回、WBC のオランダ代表に選出された。10日のパナマ戦に先発登板。味方打線が5回まで20点を奪うと、マルティス自身も、 大会規定の球数制限65球で7回を投げきって無安打無失点に抑え、コールドゲームのため参考記録ながらもノーヒットノーランを達成した。シーズンは A 級オーガスタグリーンジャケッツで15試合に登板し、6勝4敗、防御率3.64だった。ワシントン・ナショナルズ時代2006年7月28日にマイク・スタントンとのトレードで、 ワシントンナショナルズへ移籍した。A 級サバンナサンドナッツで4試合に登板し、1勝1敗、防御率3.80だった。8月に A 級ポトマックナショナルズへ昇格した。2試合に登板し、0勝2敗、防御率3.00だった。9月に A 級ハリスバーグセネターズへ昇格。1試合に登板し、0勝1敗、防御率12.60だった。 2007年は a 級ポートマックで27試合に登板し、14勝8敗、防御率4.23という成績を収める。2008年8月には北京オリンピックの野球オランダ代表に選出されている。14日の予選リーグ第2戦、アメリカ合衆国との試合では、スティーブン・ストラスバーグと投げ合ったが、4.2回後、失点で敗戦投手となった。 大会終了後の9月1日にナショナルズとメジャー契約を結び4日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー9月23日のフロリダマーリンズ戦で初勝利を挙げた2009年春第2回 WBC への出場を辞退してスプリングトレーニングで首脳陣にアピールした結果先発ローテーションに4番手として入ることに 開幕から7試合で5勝0敗としたが、その後3試合16イニングで17失点と崩れ、6月27日のボルチモアオリオールズ戦を最後に、トリプル A 級シラキュースチーフスへ降格。そのままメジャーでは登板することなくシーズンを終えた。2010年は、スプリングトレーニングで先発ローテーション最後の1枠を、ストラスバーグやリバンヘルナンデスらと争うも、開幕メジャー入りはならず。 前年に引き続きトリプル A 級シラキュースで投げ、8勝7敗、防御率4.09を記録したが、メジャーへ昇格することはなかった。オフは、ベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナで、ベースボールプロフェッショナルのナベガンテス、デル・マガリアネスでプレーした。2011年1月24日に、ィーフとなり、2月2日に、トリプル A 級シラキュースへ降格した。この年は、 AQ ハリスバーグで過ごす。オフの9月20日に第39回アイブフワールドカップのオランダ代表に選出された。同大会では一時、ラウンド初戦のチャイニーズ台北戦では7回1失点で勝利投手となり、2次ラウンドのオーストラリア戦でも7、アンダを浴びながら6.1回1失点と粘りの投球を見せた。最終的にヨーロッパの国としては、 1938年大会のイギリス代表以来73年ぶりの優勝を果たした。この栄誉を称えて代表を24人全員にサーの借位が贈られ、マルティスにも贈られた。ワールドカップ終了後の11月2日に FA となった。2011年11月23日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2012年は トリプル A 級インディアナポリスインディアンスで4試合に登板し防御率7.56だった。4月下旬に a 級アルトゥーナカーブへ降格。11試合に登板し6勝2敗防御率4.56だった。2012年6月27日に金銭トレードでミネソタツインズへ移籍。2013年開幕前の3月に開催された 第3回 WBC のオランダ代表に選出され、2大会ぶり2度目の選出を果たした。シーズンでは、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで42試合に、登板し、2勝4敗11セーブ、防御率4.26だった。9月8日に、ツインズとメジャー契約を結んだ。この年は6試合に登板し、0勝1敗、防御率5.59だった。 10月2日に40人枠を外れ、AAA 級ロチェスターへ降格した。10月7日に FA となった。2014年2月26日、中華職業棒玉連盟の統一セブンイレブン、ライオンズと契約した。同年限りで対談した。2015年2月17日に、グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、欧州代表の欧州代表に選出された。 3月10日の第1戦に4番手として登板している。2015年5月に独立リーグであるアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約した。しかし1試合の登板で6月1日に解雇となった。2015年6月5日に独立リーグであるアメリカガソシエーションのリンカーンソルトドックスと契約を結んだ。またこの球団にはオランダ代表として 一緒にプレーしたことがあるクルトスミスが所属していた。オフの10月12日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表候補選手36名に選出され、10月20日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表選手28名に選出された。大会終了後はドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー 2016年開幕前の1月18日にキューバ代表との強化試合のオランダ代表に選出されたが同試合は右転中止となった。オフの9月7日に第34回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表に選出された。同大会で優勝を果たした。また10月26日に日本代表との強化試合のオランダ代表を辞退しウィンターリーグに参加した。 2017年開幕前の2月7日に、同年のアメリカ遠征のオランダ代表に選出された。2月9日に第4回 WBC のオランダ代表に選出され、2大会連続3度目の選出を果たした。主な持ち玉は、9 2アワー前後のフォーシーム、ファストボールと8 0アワーのチェンジアップ、それに75から8 5アワーのスライダーで、 特にスライダーは2から3種類の曲がり方をする。2009年にナショナルズ GM のマイクリゾはマルティスの投球について目を見張るような球速はないとしつつ、彼は3つの球種を4つのゾーンに投げ分けて打者をアウトにすると解説している。その他、左打者に対してのみ稀にツーシームファストボールを投じることがある。ありがとうございます。